赤ネズミのネズミとは、山林や農耕地、雑林などに生息するネズミである赤ネズミや、ヒメネズミなどの総称である。同じような生息域を持っている山根は含まないことが多い。これに対して、民家などに住み着くドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種は、イエネズミと呼ばれる。日本全国に広く分布する。 ゲ、ハルイ独特の伸び続ける紋士を持ち、長い尾を持つものが多い。尾は、臨場の皮膚で覆われ、体毛は全くないか、まばらに生える。丸い耳、長い髭を持ち、体毛色は、赤褐色や灰色など。両前足で食物を掴んで食べ、各足の指の数は4本、または5本。夜行性で夜間での活動密度が高い。単独で行動する。 主に地下に行動を掘ったり、木の裏や根元などに巣を作る。その近辺が生息域となる。雑食性で草や木の種子、小型の昆虫や土壌動物などを捕食する。体の大きさの割に退色である。得た食物を巣の内部のやあちこちに分散して貯蔵する習性を持っている。オスの行動圏はメスよりも広く、 行動圏の中にいる複数のメスの発情状態を確認して回り、場合によっては一匹のメスが複数のオスと交尾することもある。春と秋を中心に年に2から3回出産し、一度に2匹以上出産する。餌が豊富な時などは7匹以上出産することもある。妊娠期間は20日前後で、生後2から3ヶ月で繁殖が可能になる。 寿命は1から2年ほどである。食物連鎖の底辺に位置することから外敵が多い。野ネズミを捕食する者は、イタチ、天、キツネ、猫などの食肉目類、ノスリ、フクロウなどの猛禽類、マムシなどの爬虫類など。過去から現在に至るまで、農作物や貯蔵穀物に被害を及ぼすほか、病気を媒介するため、人からは、 一般的に害獣とみなされ、駆除対象であった。駆除には、リン臨エンや硫酸タリウムを主成分とした、殺素材が用いられてきた。林業では、野ネズミと呼ばれ、総本類が故死する冬場に、林木の食害を与える存在として忌避される。被害の大きい地域では、前述の殺素材の利用や、生息環境を妨げるために、笹の刈り払いなどが行われる。 ネズミを捕食し、穀物類に手をつけない狐やヘビは、日本の一部では法上の神として崇められていることも、ある。ただ、近年は、愛玩動物の一種として飼育する愛好家も存在し、自然観察の愛好者からも人気が高い。ありがとうございます。